よぶ、何をあせよ。皆さんこんにちは。レインボーコミックス10分でわかる韓国語文献の時間です。えー、こちら姫先生がお伝えします。今日は初級第3課3002みあにみだ先生ではありません。3002みあにみだを勉強します。 えと今日の学習文系ですけれどもこちら先ほど申し上げたように「えー、何々ではありません」という平常文の文型は女子「いいかがか」どちらを使って「いいかあにむにだ」の平常文とそれを応用した形で最後の「だおか」に変えた疑問形です。 え何々いいかあにんにかはこちら何々ではありませんかという意味になります。何々いいかあにんにだと何々いいかああ,あにんにかの文型え。それから最後に日本語のこれそれあれどれにあたるう韓国語のいくちょおぬ表現を勉強したいと思います。いくちょ おぬうん、ですでは早速こちらのが、うん、いいがあにみだいいがあにみかから勉強します、えー、とこちらの女子「いいががか」どちらかになるのか気をつけながら見ていきましょう。えー、早速、うん、この文章ですけれどもこちらはあ「この人がしおりさんですか?」という文章ですこの人がしおりさんですか?」の文章は「 イサラミシオリシニカとなります。イサラミシオリシニカという文章ですけれども、こちらの質問に対してこう答えます。違う違いますっていう文章を答えの場合は、兄をシオリシが兄にみだとなります。 い,いえ、しおりさんではありません。という意味ですけれども、兄をしおり氏が兄にだですね。こちらがになりましたね。こちら前の字に母音。あ、パッチムがないのでがになりました。しおり氏が兄にだこうなります。次の文章ですね。こちらは日本人ではありませんか？という文章ですね。日本人ではありませんか？というのは？ 日本、イルボンサラミ,アニミカ、あ、い、み、か、となります。日本、サラミ,アニミカ、あ、い、み、か、あ、こちらの助詞は、い、になりました。えっ、ー、と、パッチムで終わるので、マイノジがですよ。え、日本、サラミイ、い、が、あ、イを使います。日本、サラミ、あ、い、み、か。日本人ではありませんか、と聞いたら。 答えは、はい、日本人ですあ。日本人ではありませんっていう答えは。で、日本サラミアニミダとなります。はい、えー、日本人ではありません。で、日本サラミアニミダ。こちらもイですね。同じくサラミサラミとなります。こちらはパッチムがないのでが。こちらはパッチムがあるのでイを使います。 はい、次の文章は、先生ではありませんかという質問に対して答えは、はい、先生ではありません。という答えの場合は、ね、先生にみ、あにみだとなります。ね、先生にみ、あにみだ。こちらもパッチングがあるので、いおを,を使いますね。先生にみ、あにみか で先生にあ、となりますはい、えー、次こちらちょっと長いですけどもお見えますか、えー、とあこの文章はあこれは何ですかこれは何ですかキム,あキムチではありませんかという文章です。キムチではありませんかですけれどもこちらはあこれは何ですかというのは「いーごすん」す。

はい、それはキムチではありませんという文章ですけれども、で、ね、くごすん、キムチがあにみだと答えます。で、ね、くごすん、キムチがあにみだ。はい、それは、キムチがあにみだです。こっちは後で勉強しますので、こちらに集中してください。キムチがあにみか。で、ね、くごすん、キムチがあにみだ。 となりますこちらはパッチムがないので「が」を使いましたはい、えー、次ですけれどもお次先ほど申し上げたように「これそれあれどれ」にあたる韓国語の表現です「ご」が「い」「そ」が「く」「あ」が「ちょ」「ど」にあたるのが「おぬ」と言います。いくちょ 表現ですけれどもこれは日本語と使い方がほぼ一緒です、えー、と人やもの場所方向を指すときにこの指示代名詞と言いますけれども表現を使いますではあ実際どのようにあの使われているのか表にこちらまとめてみましたけれどもこちらよく見えますかね えっとこちらああ ego ego onu こそあどれ、えー、それぞれこうなります ego onu で,ですけれどもこちら人をまず人をつけるときに人はあサラムと言いますけれどもあ人をつけるとこうなります使い方はこうなりますイサラムとなりますイサラム あその人はーサランその人はクサラんえっ、ー、とあの人はチョサラとなりますチョサラんえっ、ー、と最後はあどの人というのはおぬさラとなりますまたはぬぐとも言いますおぬラらヌぬぐとなりますはい次はものですねものというのはこっと 言います「こと」というのはものを指すときに使う言葉ですけれども前に「い」をそのままつけて後ろに「こと」をつけて「いご」となります。「いご」というのはあこれとなります。「これくご」というのはそれですね。あ「それ」というのは「くご」「いご」「くご」「あれ」というのは「ちょご」となります。 そして、えー、どれとかは어느것となります어느것または무엇と言います어느것저것그것이것ですねで次場所ですけれども場所は、えー、言い方が二つあります、えー、ここというのは よぎと言います。ここというのはヨーギー、よぎ。よぎ。えっ、ー、と、または、いいご。と言います。こちらと、似てますけれども。こちらは母音がおで、こちらは母音がお。です。それで、ここというのはヨーギー、よぎ。いいご。と言います。えー、そこというのはコーギー、こぎ。くご。と言います。こぎ。こぎ。くご。 ふあそこというのはチョーギー、チまたはチョーゴット、となります。どこというのは最後にオーと言います。オーディそしてオヌーゴとなります。어느곳어디어느곳 えーと最後に、えー、と方向を表す時、えー、とこちらそちらあちらというのはこうなります。こちらというのはい,いっちょそちらというのはどちらというのはちょっあちょっちょっちょと言います。 あ、こちらがあどちらというのはあうぬちょですね。あうぬちょ。えっ、ー、とあちらというのがあそっちですね。あそっち。あうぬちょ、こうなります。はい、えー、それぞれよく使うまあ人や物や場所方向ある時にはあそれぞれこういう使い方をしますので、えっ、ー、とよく覚えておいてください。 はい、えー、最後に例文を一つ見て終わりにしたいと思います。えっ、ー、と、この文章は、くごすんねまうむいこひゃにだという文章です。くごすんねまうむいこひゃにだですけれども、意味は、そこは私の 心の中の故郷だという意味ですね。そこまたはあそこですけれども、そこは私の心の中の故郷だという意味です。とこのそことあそこの違いですけれども、日本語はそうですね。私話してと聞き手が共有する情報ですとあそこと言いますね。それから話してと相手 が聞き手が共有しない情報ですとそこを使いますと日本語はこうですけれども韓国語はそういう区別がなくてクゴだけですクゴそれでクゴすんでまうめ小屋にだという文章になりますはい、えー、皆さんは心の中の故郷がありますか私の場合は日本が心の中の故郷です はい以上今日は初級第3課「〜いいかあにみだ」それから「〜何々いいかあにみか」最後に「いいぐぞおぬ」表現を勉強しました。今日はここまでにします。では次回までさよなら。여러분안녕